8番の北川文部、この動きに合わせて9番の松井秀喜も動いてきました。さあ中部勢は4人、9番の松井を先頭に、8番の北川文部後ろの動きを見ます。8番の北川、そして1番の酒井康介、5番の前田拓也、後方に下がった3番の倉持真嗣、中段は9番松井秀喜が4番手、松井が4番手、9番2番、4番6番で、さあ中部勢が中段を取って後方8番手になった3番倉持真嗣、さあ逃げ込みを図ります。8番の北川文部、残り1周回踏み込んでいった8番1番5番での先制、その後ろ4番手から9番、今日は自力勝負となった松井秀喜、自力でまくっていきます。9番の松井がまくっていく、これ